2月3日川崎市高津区のプラザ立花で、プラザ立花と世界をつなぐ青空紙芝居が開催されました。会場と沖縄とアメリカをオンラインでつなぎ、スクリーンを通した紙芝居の上映や海外の紙芝居についての紹介が行われました。ハンバーグとか食べてるのに私だけ何にも食べてないのよ。気取りやー、残った、このイベントはコロナ禍にオンラインで様々な国の人が紙芝居を通してつながったことがきっかけとなり、今回開催されました。いいものだと、国際交流の意味でいいものだと思いますので、ぜひ今度ハイブリッド型で届けたいなと思って、それで今こういうことをしてるんだよっていう話をモッチーさんから持ちかけられて、多文化ですかね、そういうところのことを知っていただきたい、紙芝居を通してって思いまして、モッチーさんの企画に乗りました。ありがとうございます目の前に根本信弘さんによる民族楽器の演奏と紙芝居を合わせた上演も行われました。知らないこととかね、いろいろ知れたからね、と沖縄のもね、音楽とかも聴けて楽しかったです。いろいろななんか紙芝居、外国のも見れて嬉しかった。世界でこんな風に紙芝居が広がってるって知らなかったんで、すごい勉強にもなりましたし、いろんな文化があるんだなってことが分かって、いい回だったと思います。